皆さんこんにちは。はじめまして、大島不動産鑑定の大島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日2時間ですね、実務収集について、いろいろとお話をさせていただきたいと思います。弊社の方ではですね、ちょうど実務収集が始まって今15年ぐらい経過してますね。で次が16回目になるんですけれども、ちょうど実務収集の1回目の途中ぐらいからかな、受け入れ、外部の受け入れっていう形で、始めさせていただいて、それは大阪でスタートしたんですけれども、で第5回目ぐらいから東京の方でも受け入れをして、で、今で15年経ちました。その間ですね、失敗もありますけれども、いろいろな経験をしてきて、合格者も出してきておりますので、その辺のね、書いてるかな、ノウハウとかですね、皆さんこれから実務収集入った時に、注意しておき、おいた方がいいようなこととかですね、その辺のお話もいろいろと、できるだけたくさんねしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そしたら、お手元の方の資料ですけれども、このレジュメですかね、実務課講演会というのと、あと A3 になってるのかな、もう1枚横のものがあると思いますので、こちらの方だけ出していただいたら、いただけたら結構です。いいですかね。はい、そしたら、早速ですけれども、1ページめくっていただいて、ちょっと目次で今日のお話の内容を先にお伝えしておきたいと思います。まず最初ですね、そもそも実務修習っていうのがどういうものか、試験勉強してる間っていうのはやっぱり合格のことが第一ですから、そこまで気が回ってないケースっていうのは多いと思うんですけれども、この機会にですね、これから合格後には必要になります。実務修習ってそもそもどういう制度でどういうことをしていく必要があるのかっていうのをお話していきたいと思います。まず概要ですね。で、2番目で、詳しく話していきますけれども、実務修習の内容として4つあるっていうのはここで押さえてくださっていいと思います。大きくね、実務修習で何をするのかっていうと4つすることがあります。1つが1番目に書いてます、不動産の鑑定評価の実務に関する講義っていうのをこれ受けるということですね。それから2つ目は基本演習と言います。基本演習。それから3つ目が実地演習です。物件調査実地演習と一般実地演習という2つに分かれるんですけれども、これが一番大変です。作業的にね、作業的に大変なのがこの3つ目の実地演習になります。詳細はまた後ほどそれから、最後に 1,2,3 を終えて終了講座というのがあります。終了講座は、今はですね、口述の講座と記述の講座ということで、記述の方は筆記試験ですね。筆記試験もあります。で、口述の試験っていうのは、面接みたいな感じで受け答えをするような試験があって、両方の得点で合否が判定されるというふうなものになります。なので、やっとね、試験勉強終わったところかもしれませんけど、一応この実務修習も最終的にはね、試験というものがありますから、そのつもりでいてください。で、概要内容説明させていただいた後に、終了講座、どれぐらいの合格率なのか、この辺が非常に気になるところだと思いますので、この辺りの説明をさせていただいて、それから、そうすると今度実務修習どこで受けるのかっていう問題出てくると思います。それが4つ目のところで、実地演習実施機関、それから指導鑑定士、どういうふうに選ぶのか、誰がどこ行くとこ勝手に決められるのか、そうじゃなくて自分で選ぶんですけれども、どういうところを選んだらいいのか、その辺の注意点もね踏まえてお話をしていきたいと思います。で、時間があれば弊社の実地演習の紹介も少しさせていただきたいと思います。最後は、こちらの方は質疑応答という感じで進めさせていただきたいと思います。はい、そしたら、2ページ見てください。まず概要ですね。ちょっと眠たい話になるかもしれませんけど、まず実務修習ってどういう位置づけかっていうことなんですけれども、一応知っておいてください。行政法規で勉強していると思いますが、不動産の鑑定評価に関する法律
ありますね。その中で実務修習っていうのは決められています。一応見ておきますね。14条の2っていうんですけど、実務修習は不動産鑑定士試験に合格した者に対して、不動産鑑定士となるのに必要な技能、高等の専門的応用能力を習得させるため、届け出をした社団、48条の届け出した社団または財団、その他大臣の登録を受けた者、これを、実務修習機関と言います。実地演習実施機関というのもありますから、ここは実務修習機関と言いますが行う。で、いろいろ書いてるんですけれども、要するに次の矢印の後なんですけれども、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会、要は業界団体ですね。これはジャパンの団体です。不動産鑑定士の業界団体っていうのは、各都道府県ごとに鑑定士協会があります。それは社団法人になってたりしなかったりいろいろしますけれども、各都道府県ごとに鑑定士協会っていうのがあって、で、取りまとめじゃないんですけれども、一番上のところに日本のね、ジャパンの日本不動産鑑定士協会連合会っていうのがあります。で、ここに書いてるのはその日本不動産鑑定士協会連合会、連合会って言ったり協会って言ったりしますけれども、が、このいわゆる届け出をしている日本で唯一の団体になりますので、ここしか実務修習っていうのは、できないです。今の現状においてはですね。なので実務修習どこでするの、誰がどこがするのかっていうと、連合会がします、協会がします。だから皆さん、実務修習は申し込みに協会に申し込みする、連合会に申し込みをするっていうことになるわけなんですね。まずこれは大前提で知っておいてください。それから、実務修習の目的ですけれども、これちょっと重複しますが、鑑定試験に合格した者に対して、鑑定士となるのに必要な技能、高等な専門的応用能力を習得させるために行われると、鑑定士として十分な力をつけてくださいということですね。で、この実務修習の受講についての詳細は、今日はいろいろ説明をしますけれども、今の連合会のホームページで見ることができます。で、必ず今日の講義だけで終わらずに、一度自分では目を通すようにしてください。で、受講申請案内書っていうのがあります。この、リンクありますけれども、日本不動産鑑定士協会連合会のホームページに行けば、この第16回ですね、今年ですから16回、実務修習の受講申請案内書っていうのが PDF でもう公開されてますので、これをね、携帯でも見れますから、一度ダウンロードしてね、見ていただくのが一番詳しいことが分かると思います。なかなかね、分かりにくいみなし受講とかみなし履修とかいろいろあってね、ややこしい部分もあったりしますので、その辺を割愛しながら今日はね、説明させていただきたいと思います。で、次、申し込みの期間ですね。で、括弧してみなし履修を申請しない場合って書いてます。今日のお話はすべてみなし履修を申請しない場合でお話します。みなし履修を申請するっていうのは、経験のある方です。鑑定評価書を書いてるとかで、ほとんどの方が多分そうじゃないと思いますので、それでない形で全部説明をさせてもらいますけど、もし鑑定評価書を鑑定司法とかで書いてるとかですね、そういう場合はみなし履修のところもこちらの協会の方の案内書で一度確認はね、してください。そうすると実地演習の13類型のうち、一部が省略、12類型でいいですよとかね、11類型でいいですよとかっていう免除があったりしますので、経験のある方です。で、ないという前提でお話をしますが、非常にこのページの中で一番重要なのが次の日程です。申し込みの期間ですね、すでに始まってます。令和3年9月の20日から、だから過去を合格されている方はもう申し込みの手続きをどんどんしていますね、から、令和3年11月の10日までです。で、合格発表は今年は10月29日ですよね、ちょっと遅いんですよね。で、10月の29で合格発表で、申し込みの締め切りが11月の10日ですから、
12日、2週間ないぐらいの期間なんですね。非常に、まあ、気の毒な状態だなとは思うんですけれども、こういう日程が決められていますので、これは十分注意してください。例年期間が終わってから問い合わせ来る場合があって、本当の問い終わった翌日に電話があったりとかして1年ずれるとか、そういう方もいらっしゃいますので、できればもう今すぐにでもスケジュール帳にね書き込むなりして、絶対にこの日付っていうのはまず、忘れないようにしてください。これが一つ。それともう一点、次なんですけれども、原則ですね、この期間内に実地演習実施期間と指導鑑定士を決めて、で申し込みをするという手続きが必要なんですね。でその時に実地演習実施期間届出書っていうのを提出します。これはこの実務修習実地演習実施期間で実地演習するところで、この指導鑑定士の下で勉強しますよっていうのを協会へ出す用紙があるんですが、ちょっと見ましょうか。後ろの方の資料の19ページですね。資料1っていうのが19ページにあると思います。これを実務修習の申し込みの時に合わせて協会連合会に提出するんですね。で、真ん中より下ですね、実地演習実施期間、この実地演習をどこで受けるのか、指導鑑定士は誰につくのかっていうのを書いたこの届け出を出さないといけないです。これがまずその期間内に出すっていうのが原則です。だから合格発表後に動くとすると12日間で決めないといけないっていうふうになるわけですね。場合によっては就職活動をしたいっていう人もいたりすると思いますが、企業の方はそれに合わせて採用を決めてくれたりしませんから、結局1年ずれるとかっていうケースは多いです。現実的にはこれ毎年で、企業の方もそれは早く1年早く鑑定士になってくれとは別に思ってないです。しっかりと積んでくれて、実務積んで鑑定士になっていってくれたらそれでいいと、ずっとうちで勤めるんでしょっていうスタンスですから、そんなに合わせて修習生のためには動いてくれないんですね。だからその辺のことも念頭に置きながら就職活動する人はした方がいいと思います。でごめんなさい、ちょっと1点だけ修正入れさせてください。上の受講者氏名のところで、ちょっと今日最新のものを見たらなくなってたんで、印鑑ですね、上の受講者の皆さんのところの受講者氏名のところの印鑑はなくなってます。印鑑がなくなってますんで、だからちょっと今ここ印刷には印鑑書いてますけど、ここは印鑑いりませんので、一応言っておきますね。まあ、新しいのを使えばそれで大丈夫ですけれども、はい、これがね届け出書です。ちょっと戻りますね。これを頭の片隅に置いていただきながら2ページ戻ってください。今のが下から3行目4行目ですね。括弧の中で届出書を提出する必要があると。でその次の行、正しいっていうふうに書いてますが、11月の10日までに実地演習実施期間および指導鑑定士が決まっていない場合、実務修習受けることは決めてると、でもどこにつくかがまだ最終確定していないんだっていう場合はちょっと待ってくれます。これが11月の15日、これ筆着なんですけれども、11月の15日5日間ですねは待ってくれますので、まずは申請書を出してください。10日までに、これは今年受けるっていう人は絶対に出してください。ただ届出書は後付けで出せば構いませんので、15日までに届出書だけ追っかける形で出すということをしてくれれば受け付けてもらえるということになりますから、なかなかタイトなスケジュールで動きますんでね、ここは非常に重要な部分ですから注意をしておいてください。はい、もう少し下の、ね、図を見てください。先ほど冒頭でお話ししました、これは、講義と基本演習と実地演習で、それを終えて修了講座という流れがあります。で実地演習実施期間届出書とか、今実地演習実施期間というお話、指導鑑定士というふうなお話が出ましたが、それは上の段の右のね、実地演習ってありますね、ここのお話です。
ここのお話です。一番大変なやつですよって言いましたが、この実地演習をどこで受けるのかっていうものです。で、逆に言うと講義は誰がするのかっていうと、教会がやってくれます。連合会がやってくれます。鑑定士協会がやってくれますね。それから基本演習、これも協会がやってくれます。いいですね。で、実地演習は実地演習実施機関にやってもらうっていうふうになります。ここだけが違うんですね。で、修了講座も協会がします。また全体をお話ししていきますので見えてくると思いますが、そういう全体の中で誰がしているのかで、実務修習全体の話はね、協会がね見てくれるということです。はい、じゃあもう一枚めくっていただいて、実務修習の期間ですね。最初の申し込みの時にですね、これも質問多いところですけれども、実務修習全体コース選択がありまして、1年コースと2年コースの2種類あります。2種類で、全ての課程を終えた後3ヶ月以内の修了講座という流れになるんですが、1年コースの場合も2年コースの場合もスタートはね、12月1日からになります。12月1日、今年の12月スタート、1日スタートですね。で、1年コース終わるのが令和4年の11月30日、ね、1年ですから翌年の11月末まで。で、2年コースは令和5年ですね。2年になりますので11月30日という2年間のコース選択になります。で、どちらのコースがっていう話はよく聞くんですけれども、まあ、弊社の場合は基本的に全て1年コース、今年は30数名の方が全国で来てますけれども、全員1年コースを選択しています。で、まあ、それは希望するのでそうかというと、どっちかというと最初申し込みの時にやっぱり相談はいろいろあるので、こちらの方から1年コースでやりましょうというお話はしています。で、その理由はね、あるんですけど、ちょっとあと全体のお話をした後にした方がいいと思いますので、後ほどまたね、それはお話ししたいと思います。一応僕もうちの統計というか、第1回目からコース選択を見たら、2年コースはどうしてもっていう場合は仕事の都合とかがあってやるんですけど、 95.2%、 95% がうちの場合はね、1年コースを選んでます。実務修習全体としてはそうではないと思いますけれども、うちの方はそうしている感じになります。はい、それからちょっと退屈ですけど、もうちょっと、実務修習期間の延長と再受講再履修、まあ、再履修っていうのがあります。で、延長っていうのはどういうものかというと、まあ、いろいろ長いこと書いてるんですけれども、1年コースでしたけれども、ちょっと伸ばしたいと、1年ずらしたいと、ちょっとしんどくなってきたんで伸ばしたいと、2年ぐらいの長さにしたいとか、2年コースだけどちょっと伸ばしたいとか、これは途中で延長申請をすることで伸ばすことができます。これがあるから、まあ、1年でスタートでいいんじゃないですかっていうこともあるんですけど、まあ、こういう延長っていう制度があります。それからもう一つは、再履修っていうのがあるんですけれども、これはね、1行目の中で、実地演習過程の一部についてってありますね。実地演習で13類型の鑑定評価書っていうのを、これも後で説明しますが書くんですけれども、審査を受けて認定非認定っていう判断が下されるんですね。で、非認定になった場合はやり直しになります。やり直しで、やり直しになったのを1年コースの中の期間内でもう一回出し直しができますよっていうのが再履修です。要は、非認定のものをもう一回出し直して認定をもらい直すというふうなことをする。で、2年コースの場合には、その再履修のチャンスがいっぱいあります。いっぱいあります。1年コースは1年の中でさらに出し直しなんでチャンスが少ないんですね。そういう違いがありますけど、まあ、まず今ここのところでは再履修っていうのは、
非認定になったものをもう一度出し直して、出し直すことができるというそういう制度です。だから非認定イコールもうまた来年ではないです、ではないです。まあ、これがまあ再履修という制度、これはまあそんなに使うことはないとは思いますので、まあ、困難があったなっていうのはね、頭の片隅に置いておいてもらうぐらいでいいのかなと思います。はい、それから重要なところとしてやっぱり 料金ですね。料金で、講義と基本演習とそれから実地演習ですね。で修了講座と左側に上から並べてますけれども、先ほど言いましたように講義と基本演習っていうのはこれは協会がします。なので協会の方に98,700円と174,800円っていう費用を納めるということです。実地演習実施期間は関わらないです。先に下の修了講座、ね、これも協会がするので協会の方に36,600円を支払って修了講座を受けさせてもらうということをします。で実地演習の方は逆に実地演習実施期間の右側の方がするんですが、協会の方の左側にも2500円とか数字が入ってますよね。でこれはどういうことかっていうと13類型の評価書を書くと、それを指導してきちっとしたものを書かせて提出をさせるということを指導していくんですけれども、提出をしたものについて協会の方が審査をするんですね。で先ほど言いましたように認定非認定っていうふうな審査をしますから、その審査の料金が左に書いてる料金というふうに考えてください。で指導というよりは指導はあくまでもね実地演習実施期間がするんですけれども、でもう一つパッと見てやっぱり気になるのが0円からっていうふうになってるというところですね。で、0円からっていうふうになっているのは何かっていうと、要は実地演習実施期間がこの右側の金額を上限として費用を決めてくださいというふうになっています。で例えば、就職をしたところで実地演習をするという場合にそれは職員として入るから別途費用を取るところもあるかもしれませんけれども、いや取りませんよっていうところが一般的だと思いますね。就職をしている場合、その場合は0円というふうになるので、まあ、こういう表記をしています。まあ、裏話をすると昔は0円からというふうには書いてなかったんですけれども、どうも実務修習なりで不動産鑑定士になるのにこんなにお金がかかるのかっていうふうなことが国交省の方に行ったとかっていう話で、国交省の方からそういうふうになるべく見えないような表現をしろというふうな話があって0円からみたいなことをつけたっていう噂話は聞いたことありますけど、まあ0円っていうのはそういう意味合いです。取らない場合もあるということですね。はい、だんだん知識が深まっていくと思います。4ページスケジュール見てください。ちょっと重複するところもありますけれども、もう少し細かいスケジュールをお話ししますね。もしよかったらこれも見れたら A3 のやつも見ながら行きましょうか。はい、まず講義ですけれども、これ協会がやってくれます。で e-learning って言ってるんですけれども、インターネットで視聴をします。インターネットね。で1年コースは令和3年12月1日から令和4年の3月31日まで、ちょっと資料3の方はね一番上の段で横の帯があると思いますけど、この期間で1年コースはやってくださいと。2年コースは10月31日までに見ればいいですよというふうになります。だからちょっと楽ですよねみたいな感じですね。2年コースの場合は2段目になりますね。それから基本演習、まずスケジュールだけ、詳細は後ほど。1年コースは第1段階、第2段階、第3段階、第4段階ってあるんですけれども、これ全てもちろん協会がしてくれますね。で第1段階と第3段階は2日間で実施されます。第2段階と第4段階は3日間で実施されます。
でそれが5月6月8月9月で、設定されてますので、ちょうど資料3の方は上から3段目ぐらいにね、四角でさら地、借地権、底地、地立て、貸し屋、継続賃料ってあると思いますが、ここの部分ですね。で2年コースは17回実務修習の1年コースと一緒に基本演習を受講すると。だからこの資料3の方を見ていただくと、2年コースの方はこの基本演習がググッと右側にずれてると思いますね、4つとも。それはどういうことかっていうと、翌年の第17回実務修習生の1年コースと一緒に受けるということです。意味わかりますよね。じゃあ逆に言うと、1年コース、ね、今年の令和4年の5、6、8、9月に受けますけど、これは1年コースですぐに来年受けますけれども、第15回実務修習の2年コースの人と一緒に受けるというか、まあ、2年コースの2年目の人と一緒にこう重なっていくというふうなスケジュールが組まれているということです。これ基本演習ですね。それから実地演習、1年コースは12月1日からですけれども、物件調査実地演習と一般実地演習っていうのがあります。物件調査実地演習は12月1日スタートで12月末までに終えないといけない。これ初っ端ですね、一番最初にするものですけれども、これがまずあります。でこれを終えた後、一般実地演習っていうのが13類型で、これが大変です。それが1年間かけてするというふうな感じです。まあ、2年コースは2年でやると。で修了コースは1年コースの場合は令和5年の1月の1月頃というふうになっています。だいたい1月中旬から末ぐらいになると思います。2年コースはその翌年になると思いますが、詳細はまだ未定です。だいたい1月に例年やってます、コロナがない限りね。去年はコロナでもう大変だって、だいぶずれたりして大変なんですけれども、今年は正常に戻りますので、問題ないと思います。で合格発表は1月に受けて3月に合格発表になります。でこの時に不動産鑑定士の登録ができるという流れですね。はい、前置き最後です。受講に必要となる環境ですけれども、実務修習ではインターネット通信を利用して講義の視聴をしたりとか、実地演習報告書の提出が必要になります。でパソコンが当然必須ですし、インターネット環境が必要です。今基本演習とかですね、あとは、実地演習の13類型とかも全部ネットでも提出するようになりました。昔は全部郵送して書き留めでやってたんで、もうギリギリの人は夜中の12時に大きな郵便局行ってギリギリ送るみたいな、そんなことをね郵送でやってたんですけど、今はもうネットで PDF にしてじゃんじゃん送るようになりましたので、まあここではそういう環境がね整っていることということが必要になってきますので、パソコンはね皆さん1台は必要にはなってくると思います。で Windows がいいと思います。 Windows 10でいいと思いますので、それがあればそれでいいと思います。はい、まあ、スケジュール的な、ね内容になります。概要はこれぐらいにしましょう。詳細また言いますんで、じゃあ、実務修習の内容ということで、もうちょっとね、深掘りしては講義と基本演習と、そして実地演習のお話ねしていきたいと思いますね。はい、そしたら5ページ見てください。まず一番最初に受けないといけないのが、不動産の鑑定評価の実務に関する講義を受けないといけません。不動産の鑑定評価の実務に関する講義は、不動産の鑑定評価に関する実務についてその各段階における基礎となる知識を習得する過程ですと。で、先ほど言いましたようにインターネット e ラーニングで行われて、科目はですね下に書いてる16科目になります。でこれ下は次さっきと一緒スケジュールね。1年コースは6月30日まで、2年コースは、さらに翌年の1月31日までに受けるというふうになります。で、
下のね16ちょっと待ってください、あごめんなさい、1年コース令和3年12月1日から令和4年3月31日ですね、ごめんなさい誤植です、令和4年の3月31日です。1年コースは令和3年12月1日から令和4年の3月31日まで、で2年コースは令和3年ごめんなさい間違えてます、令和3年12月1日から令和4年10月31日です。この資料3の方がごめんなさい正しく表記されてますので、こちらでも確認してください。1年コースは令和3年12月1日から令和4年3月31日、2年コースは令和3年12月1日から令和4年10月31日です。で、どういう内容かちょっと見ましょうか。まあ基礎的知識とかね、これで分けてるんですけど、まあ右の番号で見ていただくのがいいと思います。鑑定士の倫理及び責任の範囲とか、行政法規総論、最近はあれですよね、担当職になった関係もあって結構合格してうちに来る人たちもみんなもう行政法規の知識がすっ飛んでる人が結構多いですね、建築基準法とかで。やっぱり鑑定の実務ってもちろん鑑定理論というのは必要ですけれども、行政法規がやっぱりすごく重要なんですね。なので実務修習スタートするまでまだ時間もあると思いますから、やっぱり建築基準法とか都市計画法とかこの辺の見直しっていうのはしっかりやっておいてもらうのがすごくね有効な時間の使い方になるかなとは思います。斜線制限とかね、天空率とかあれあったじゃないですか、ああいうのは普通にやっぱり知識がないと役所の窓口でこう話が会話ができないんですね、役所の担当者の方と知らないと。なのでその辺の基礎知識っていうのはやっぱりもう一度見直しておいてください。である程度基礎的な知識があったらあとは勝手に慣れていきますんで、ただもう完全にすっ飛んでるわっていう人は多分結構多いと思うので、もう一度見直しておいてもらうのがいいのかなと思います。それから様の統計とかって、まあ、知識のある人はいいんですけど、ない人はねちょっとしんどいんですけど、統計の基礎的知識なんていうのもやりますね。あとね4番実はね価格等調査ガイドラインっていうの、これ非常に重要です、非常に重要です。で試験は鑑定評価基準と留意事項にとどまってると思うんですけれども、やっぱり実務についたらその範囲で鑑定評価をするんではなくて、こういったガイドラインとかあるいは実務指針とかあるいは業務指針とかいっぱいいろいろ他にもいっぱいあるんですね。でこういうのにのっとって評価をしないと不当鑑定ですよっていうふうになっていきます。でその中で、まあ、結構中心の役割しているのがこの価格等調査ガイドラインっていうのがあります。意見書と鑑定評価書の違いは何ですかとか、こういう場合は意見書で出していいんですかとか、ね、この場合は鑑定評価書で出してはいけないんじゃないですかとか、まあ、いろんなルールがあるんでこの辺をね知っておかないといけないです。これガイドラインです。それから登記とか税金、それから建築関係ですね、この辺が基礎的知識。それから類型別です。もうこれはいいかな、さら地、借地権、底地、貸屋敷、区建、地代、家賃、匠で、それから手法ですね、収益還元法、原価法、開発法、こういったことも改めて、まあ、理論的な部分というよりは実務的な側面からの講義をしてくれますので、しっかりと聞いてください。ちょっと眠たいと思います。だらだら読んでるだけのような講義ですから、レックで喋ってる先生方のように上手には喋ってくれませんので、早送り確かできなかったと思いますので頑張って聞いてください。で、重要なことはその下の2行なんです。聞いたら終わりかっていうとそうではなくて、その視聴の終了後に、確認テストです。 e-learning の画面上にね、確認テストっていうのが出てきまして、ちゃんと主張してないと答えれませんよという立て付けですね。択一の問題で10問程度だと思いますが出てきて、それに、合格をしていかないと、全部合格していかないとこの講義は終了というふうには認められませんので、まあ、しっかりと聞いてね、でその後の確認テストを受けてください。だ確認テストもダーッと10問出て、
丸バツでパッパッパッってクリックしていくんですけど、合わなかったと、合格ラインに達しなかったら、再テストってすればもう一回違う問題ですけどね、バババって出てきますから、それでこうクリックして正解していけばいいというふうなもんですから、まあこれで落ちるっていう人はあんまりというか ほぼいないと思います。まあ、やってればちゃんとね、やってればね、合格はできるもんですから。はい、でちょっとノウハウ的なことを言うと、修了考査で卓一問題、記述と口述があって、記述の方には卓一問題と論述問題があるんですね、修了考査で。でその卓一問題の試験範囲がこれと同じ範囲なんですよ。これと同じ範囲、分かりますよね。そうするとここで出てきた確認テストっていうのが、同じ問題などが修了考査でも出てきたりしますので、そういう意味でここで出てくる問題とかっていうのをしっかりと押さえておく必要があると思います。ただそれがね、平成の12回13実務修習ぐらいはほぼ同じ問題が出たんですけど、逆にもううちなんかもみんな対策をするようになって、ほぼ満点取るようになってきたからかどうかは分かりませんが、去年ぐらいからすごく択一問題が、僕も分からない問題もありますが、出るようにはなってきてて、修習生帰ってきたら全然解けませんでしたっていう人も結構いたりします。ただそれでも受かってるので、多分難しすぎて多分みんなできてないのかなと思うんですけれども、最低限ここの問題と同じレベルも当然出ますので、それは確実に取っていくということをしていくようにしてください。これが基本、講義ですね。最初のはい、そしたら次6ページの方を見てください。次はね、基本演習です。基本演習は最初の2行ですね。鑑定評価報告書の作成において通常、採用される手順を修習生自ら作成することにより、習得する過程ですと。第1段階から第4段階まであり、東京において開催されます。この基本演習はまずね、集合研修になりますので、全国の修習生が東京に集まって、それで大きな会場でね、するものになってきます。東京の人はね、東京在住だったらまあ比較的そんなにね遠くないけれども、まあ地方の人なんていうのはもう飛行機で来たりとか宿泊したりということで、ちょっと大変なことにはなってくると思います。でどういうことをするのかっていうと、グループ分けがされますので、課題が与えられて、でガイダンスを最初聞くんですけれども、その後はグループ単位で現地の調査を行ったりとか、あるいはグループで検討して、報告書を一緒にというか、それぞれが書くんだけれども、グループ検討を踏まえてそれぞれが報告書を最終的には仕上げていくということをしていきます。でね、従来東京でこう全体が集まってきているところでは4人1組のグループだったんですけれども、今年今第15回実務修習に関しては、コロナの影響で東京に集まらずにリモート対応になってます。1回2回3回4回ともリモート対応になりました。その前の年も途中2回ぐらいからだったかな、リモート対応になってます。2回最初からだったかな、去年今年に関してはもう全部リモート対応になっています。なのでそれは特例という措置を今しているので、基本的なスタンスとしては集まりますよというふうには書いてますけど、特例適用期間がさらにずっと続くんであれば、皆さんの時もリモート対応になる可能性は僕は高いんじゃないかなとは思います。そうすると、リモートの場合には5人1組になってるみたいですけれども、5人でこう討論して、でそこへ上手にこう向こうの教会の指導の先生が中入ってきて一緒に話をしたりとか、なんかそういうやり方をしてるみたいですか、全体でお話を聞いたりとか、ね、そういうやり方をしてるみたいですから、おそらく
コロナの状況にもよりますけれども、リモートになる可能性は1回目とか2回目は少なくとも高いんじゃないかなとは思いますが、まあ、断定はできませんので、一応今年に関しては全部リモートになっているということはお伝えしておきます。で、こういうグループ討論とか全体のガイダンスも聞いて、全体でいろいろとお話先生からも聞いたりしてですね、第一段階は演習期間終了日までに、第二から第四段階は演習期間終了後10日以内に、基本演習報告書を作成して協会へ提出して審査を受けるというふうになります。で、これ評価書を書きます。評価書で全員が同じ題材で評価書を書きます。グループごとでもないです。もう全員実務修習生全員が同じ題材してますの でグループで討論して、で提出はそれぞれが書いて提出するというふうになります。で、集合研修の場合だからだと思いますが、最終日までに多分手書きになるかなんかだと思うんですけど提出するというふうになりますが、リモートになった場合は終了日までではなくて後日提出という形にはなってました。なので、まあコロナの状況を見ながらになりますけれども、まあこういうふうにグループでねやっていくということになります。で、どういうことするのか、下の方を見てください。第1第2第3第4段階ってあるんですけど、第1はさら地です。で、開発法がメインになります。開発法、マンションの開発法をやっていくと思います。で、図面与えられたりとかね、投下資本収益率どうするかとか、で建築の期間どれぐらいするかとか、建築コストどれぐらいで考えているのかとか、販売価格どうしますかとか、まあ、この辺の目線合わせをしたりとか、あるいは取引事例比較法であれば規模が大きな事例を選んだりしますから、その規模の格差をつけるのかつけないのか、ね、単価と総額だから大きいからマイナスよ、マイナスでしょ、ね、大きいとっていう時代ではなくなってるかもしれないですね。どっちかっていうと相対的希少性の方が上回って、単価と総額はあまり関係ないだろうと、マンション素地であれば面台増加を入れるという考え方とか、この辺のところのお話をねいろいろとしたりして実務的な側面からね、勉強していくと思います。それから第2段階、借地権と底地ですね。借地権と底地、ね、借地権の評価する、借地権の還元利回りどうするのかとか、ね、借地権残業法でも還元利回り使うけど、その還元利回りと賃料差額還元法の還元利回りと同じ率でいいのかどうかとか、ね、この辺のことを考えたりとか、あるいは正常実質賃料を出すのに正常賃料ですよね、その時に期待利回りをどうするのか、還元利回りより大きい数字使っていいのか、小さい数字であるべきなのかとか、いろんな論点があったりします、ね、この辺を詰めていくのがやっぱり実務の世界になっていくと思いますので、こういった話も聞けるとは思います。ね、借地権割合、底地割合どうするかとかね、ありますね。それから第3段階は地建てと貸し屋敷、メインは貸し屋敷ですね。メインは貸し屋敷になると思います。DCF を適用していくような感じになると思いますね。それから、第4段階は継続賃料、これはどっちだったかな、継続地、あ、ごめんなさい、ちょっと忘れちゃいました。継続地代か継続家賃どっちかだと思いますけれども、差額配分法、利回り法、スライド法、賃貸事例比較法を、まあ、適用してね考えると、まあ、難しい論点はいっぱいありますよね。差額が出た時にその差額の配分の仕方どうするのかと、ね、2分の1でいいのかとか、3分の1にすべきじゃないかとか、ね、直近合意時点以降の事情変更をどう考えるのかとか、事情変更がある場合とない場合で違ってくるのかとか、この辺がね、いろんな論点がもう盛りたくさんになってきますので、しっかりと勉強することになると思います。まあ、さらっとお話しましたけど、これね2日3日2日3日でやります。土曜か日曜なり祝日をこの2日3日の間には挟んでいってくれるようにはスケジューリングしてくれますので、平日、よくある質問でね、実務修習をする上で平日どれぐらい会社休む必要があるんですかっていうのはよく聞かれるんですけど、講義はさっき言った e ラーニングでネットで見ますから関係ないですね。で、この基本演習に関しては2日のうち1日は平日です、3日のうち2日は平日です、
ね、だから1212になりますから、ここで6日間ぐらいは平日は食われるというふうに思っててくださっていいと思います。で、欄外にね、米印で書いています。第一段階で依頼の受付方法、確認等の取得に関する解説を行いますとあります。これもね、あまり軽視しないで、実際皆さんが独立開業とか、あるいは仕事を、職に就いた場合、鑑定士の仕事をする場合にはね、お客さんと依頼者と受付の段階で、書面のやり取りをしないといけないっていうのが、これは業務指針で決まってます。でその時にするのが、契約書に、変わるもので、契約書のものですね。それから確認書の交付っていうのが我々したりしないといけないです。これ基準には書いてないです。けど業務上はやらないといけない決まりがありますので、この辺もねありますので、しっかりと聞いて、終了交差で聞かれる場合があります。契約書に変わるものはね、依頼書兼承諾書って言います。ここ書いてないけど、依頼書兼承諾書って言います。こういう内容で報酬いくらで、いついつ納期ですよ、こういう対象不動産でっていう契約書みたいなもんですね。それをやり取りする。それは契約書に変わるもんです。もう一個、確認書を交付するっていうのがあるんですけれども、それは宅建業法でいう重要事項の説明みたいなもんですね。こういう対象確定条件で評価しますよと。この価格時点で評価しますよ、いいですよねっていう確認書っていうのを交付して相手に渡して、それで評価をするっていうことをしていかないといけない、そういうルールがあるんですけど、これがいわゆる鑑定の受付業務です。でふっと終了交差で聞かれる場合がありますので、あ、それどういう書面交付しますかって聞かれたら、あ、一つは依頼書兼承諾書ですと、契約書に変わるものですと、もう一つは確認書ですよねって、でこういう条件で評価をしますよということを確認する書面を交付しますというふうにさっと答えて、あ、 OK というふうな、こういう終了交差の受け答え、でこれがスッと出てこないと、あなた受付できないんだったら鑑定士になったらダメよっていうふうになって落とされるっていうふうになるわけなんですね。なので、まあちょっと欄外で書いてるけどね、結構重要なことですから注意をしておいてください。で、基本演習の話に戻しますと、グループ討議とかを終えて提出をして審査を受けます。で審査を受けて、これもね、赤ペンがわーっと審査員の結構細かいのをよく見てるなっていうところもありますけれども、あります。赤ペンが入ってきます。でそこを修正して出し直しっていうことをしていきます。基本演習の場合はなので、指摘されたことを、ね、素直に書き直して出し直しをしたら大体それは大丈夫ではあります。ありますので、あんまりこれで落ちるっていうことも聞いたことはないです。で、一人過去うちにもいたけど、出し直しをしたけどちゃんと書き直ってなくて再提出を求められる。その再提出なんてルールはないんですけど、協会はやってくれてここで落とそうと思ってないんですね。なので、ここもちゃんとやりなさいっていうことで来ますから、それは出し直しをすれば大丈夫です。だけど、まあ1回でスッと通る方がいいですから、最初の段階でちゃんとしたものを出せるようにね、しておくのがいいと思います。がそんなにここで落ちるんじゃないかなっていうふうに神経質になる必要はないです。これは基本演習ね。さあ次ですね、実地演習です。これが大変です。じゃあ、何ページだ、7ページ見てください。はい、実地演習、これは実地演習実施機関、弊社のようなところがやってたりしますけれども、実地演習は不動産の鑑定評価に関する実務について、実地において鑑定評価報告書の作成を通じて評価方法を習得する過程ですと。まず形式的に、実地演習は物件調査実地演習と一般実地演習により構成されています。先ほど言いましたように、物件調査実地演習は12月からスタートして、12月末までに最初に提出する1回だけのものになります。物件調査実地演習は物件調査の手法を習得する演習です。一般実地演習13類型の前に必ず受講をしなければなりません。
土地建物1件について調査を行い、物件調査報告書を作成し、指導鑑定士の確認を経た後、協会に報告書を提出し、これもね、審査を受けるというふうになります。まあ、いろいろ書いてるけど、土地と建物について物件調査をしたものをまとめて提出をして、審査を受けるということをしていきます。ちょっと見ておきましょうか。後ろの資料2を見てください。こういうのはゴールを見た方が早いですね。こういうものを書くんだと。後ろの20ページですね。資料の2の1からありますが、はい、20ページ、21ページ、22ページ、23ページまでが土地です。ね、それから資料2の5ですね。24ページから建物が4ページあります。25、26、27。土地4枚、建物4枚。これが物件調査実地演習の報告書になります。この8枚を協会に提出して審査を受けるということですね。じゃあ20ページ見てください。ちょっと簡単にだけね、細かくすると1時間2時間かかっちゃうんで、ざーっと眺めてみてください。土地についていろんな調査をするわけですね。例えば対象物件で所在地番、それから住居表示ね、所在地番と住居表示は違う。年賀はがき、郵便が届くのは住居表示です。で、我々鑑定士とか評価をするときにはすべて住居表示は使いません。地番を使います。土地には番号が振られてますんで、一筆二筆ね、数えますけれども、その番号ですね。地目、登記簿、現況って書いてますね。例えば登記簿は100平米で宅地っていうふうになってます。でも現場に行くと100平米のうちどうやら10平米は道路になっているという場合があったりします。これは現地に行って気づかないといけないです。見落とすと、道路になっていることを見落とすと評価としては不適切ですね。そうした場合には登記簿には宅地ってなってるけど、現況は違いますよね。宅地と道路ですから、ここには宅地と道路っていうふうに現況には書かないといけないです。それを道路があるのに宅地って現況も書いてると、いや間違ってるでしょっていうふうな指摘が入ってくるわけなんですね。それから地籍も登記簿の面積と実測の面積、ね、実測図面ってあんまり見たことないかもしれませんけど、実務につくと結構実測の図面ってあったりします。登記されているところには登記簿には面積が書いてるけど、あれが常に正しい面積かっていうと必ずしもそうではないし、違っていることの方が多いかもしれないですね。登記簿上の面積で、実測の面積を測ってちゃんと測量をしてですね、土地価格調査士が測って、で実測の面積の図面が別途あって、登記簿は100平米やけど実測面積110平米のきちんとして測ったのがあると、その場合は登記簿100平米だし実測は110平米。じゃあ評価上どっちの数字を採用して評価するんですかっていうふうに次の段階ではなるんですけれども、まずはここの段階では違うものがあればそれを書くっていうことになります。持ち分とかね、共有になってるとか、あるいは単独所有とか、まあ、こういう内容、まあ、こんな感じで、下は現地調査で境界の確認をしたりとか、外測方法はメジャーで測りましたとか、デジタルメジャーで測りましたとか、そういったことを書いていきます。登記事項は飛ばして、下の要因関係、これはすごく重要です。特にね、雪面道路で道路の4行にわたってね、前面道路、側道、背面道って書いてますけど、まあこれも実務修習入ってやっぱり最初に、非常につまずくというか、時間割かれるのはやっぱこの道路の調査になってくると思います。42条1号1号道路、2号3号4号5号、42条2号道路、ね、そういったのが出てきた時に役所のところで調査をしててね、分かってないと話ができないし、対象不動産がどの道路に該当しているのか、で実は現場行ったら道路だけど該当していないっていう場合もあったりします。で見た目道路だけど該当していない、でも43条のみなし道路になってたら大丈夫だけどとか、
いろんなことがありますので、道路のところなんていうのもね、今の時間にね、もしよろしければ一度ね、建築基準法42条関係のところね、見直しておくといいと思いますね。でこれをしっかりと調査できるようにならないといけませんよということで、こういうのを見たりします、ね、さっき言いました下にある指導負担があるかどうか、ね、負担の内容、どれぐらいの面積負担しているかとか、まあ、こういったことを、まあ、調査していくわけですね。地下埋設物、埋蔵文化財、土壌汚染、ね、どういうことをするか。例えば地下埋設物であれば、ね、昔地歴調査をするんですね。で昔ガソリンスタンドがありました、今建物取り壊しちゃってますっていう時に、ちょっと待ってよと、ガソリンスタンドって大体下にね、石油のタンクがありますから、ガソリンのそのタンクってちゃんと撤去してるんですか、どうですか。撤去してなかったら知らずに売買すると大変ですよね。そういう地下埋設物があるかもしれない。あるいは、昔15階建ての鉄骨造の建物があったけど、今現場行ったらコインパーキングになってますと。上物取り壊すんだけど、基礎の部分ってちょん切ってそのまま残してるケースって結構あるんですよね。時々コインパーキングとかでも端っこの方行くと鉄がクッとこう杭がね出てたりすることもあったりします。やっぱあれ抜くのってすごいコストかかったりするわけなんですね。そうすると今さら地だから大丈夫だろうじゃなくて、さら地でも過去の地歴を見て鉄骨の15階建てたんだっていう事実が分かれば、あ、地下に基礎が残ってる可能性があるんじゃないかとか、こういうところを探っていくわけですね。で短所あるじゃないかと、マイナスする必要があるか、マイナスしたいけどどれぐらい埋まってるかわからない、じゃあ調査範囲と条件をつける必要があるんじゃないかとか、鑑定評価上の実務上の対応っていうのがすごく重要になってきます。でこの対応はきちっと基準通りにできてるかどうか、でそれをするためにもまずこの調査ができないといけないです。あるいは土壌汚染調査では図書館に行って過去の住宅地図を見ますね。やっぱりそこにどういう建物が建っていたのか、そういうことを見ていったりします。あるいは閉鎖謄本を上げて、閉鎖土地の閉鎖謄本を上げてね、所有者名を見るわけなんですね。でなんちゃら科学とか、ね、っていうところが持ってたりとか、あるいは建物の閉鎖謄本を見て工場が建ってたっていうことになると、あれちょっとまずいんじゃないのと、汚染されてるかもしれないよねということで、評価上の対応が変わってきます、ね。まあ、こういったことをまず調査できるようにしてください。法令制限したですね、これも大丈夫ですよね。都市計画法、ね、用途地域、商業地域、毎年いるんですけど、一緒に窓口最初ね、一緒に役所を回るんですね。で調査しなさい、横からこう見ながら調査するんですけど、向こうの人が商業地域ですねって言ってくれる。容積率 80%、400%、ね、憲兵80、容積400なんてパッとパッパパッパ言われるわけなんですよ。でちょっと待ってくださいって、収集生が、市街化区域でしょうかっていうふうに聞いたりするわけなんですね。で役所からするとえってなるわけですよ。商業地域だから当然市街化区域ですよね。だけどやっぱり行政法規の知識はストーンと抜けてるから、そこへ丸つけるようにはしてるのでね、都市計画区域内とか市街化区域っていう丸をつけてこいっていうふうにしてるので、上のとこ丸つけるのに市街化区域なんだろうかってなっちゃうんでしょうね。で、まあ、そういうところの知識とかね、まあ、あるんで、これも都市計画法もう一回ね見直しておいてもらうのがいいのかなと思います。簡単にと言いながらいろいろ喋ってしまいましたが、まあ、こんな感じで1枚目ですね。それから、その次のページ、21ページ、22ページ。21ページは、上はね、地図、を貼り付けるだけです。まあ、1万分の1ぐらいの地図。まあ、うちはもう Google とか Yahoo の地図をペチャッと貼り付けさせてます。それから下は構図、法務局で撮るね、地番が書いてある構図をペチャッとここに貼り付けます。あの、ノリで貼り付けるんじゃないですよ。パソコン上で貼り付けるんですけどね。コピペしてくださいね。それから22ページは近景と遠景の写真です。写真を現場で撮って、写真でこれどっか書いておいてください。近景と遠景の写真の上に日付を入れないといけないんですが、昔はデジタルカメラで日付入れれましたが、最近スマホで撮る人も多くて日付入らないので、パソコン上で日付を入れてくれたらいいですとなってます。でここの日付とね、こういうことをするんですよね。20ページに一番左上に調査日ってありますよね。調査日、ここの日付と写真の日付が
違う日付が入ってるとおかしいですよね。まあ、ここ現地行った日を基本的には書いてたりしますので、まあ、こういう、まあ、これはまだいいんですけど、鑑定評価報告書の方で実差日っていうのを書きますので、こういう日付のずれっていうのはすごく神経質で見られますから、この辺を間違いのないように同じ日付を入れておくというふうなことをしてください。それから4枚目、23ページ。まあ昔はこれなかったんですよ。3枚ずつだったんですけど、何でしょうね。ちゃんとやってるかどうかみたいな、きちんとやってるかどうかみたいなところを教会はすごく見るみたいで、もっと一歩踏み込んだところを見てくれよって僕の方は思ったりもするんですけど、どうもなかなかおサボりをしている人も全国的には多いみたい でこういうのを出させるように数年前になりました。行動記録っていう名称ですけどね、何日の何時から何時までどこの部署の担当者窓口誰でしたっていうのを全部控えて提出しろと。で、内容っていうのはそこで、例えば一番上であれば土地ですから、用途地域、それから憲兵率、容積率、防火地域の確認をしました。都市計画課の〇〇さんみたいな。で、次は建築指導課に行きました。建築計画、あ、それは土地じゃないか、建築指導課に行って道路の確認をしましたとか、で何分から何分までそこで聞いて誰々さん、大体役所の人ってもう名札貼ってますんでね、あ、名札もカタカナかけてますから、まあ、それを見ておいてこう控えてきなさいよとはしてるんですけど、まあまあ名前見るのはよく忘れるんですけど、まあ、こういうことを出さないといけませんから、もうこれはしないといけないんでしてください。まあ、2枚3枚書くことはないです、まあ、1枚目だと、土地はだいたい1枚埋まるぐらいですかね、建物はまあ半分ぐらい埋まるぐらいかなぐらいのボリューム感でいつも出してますので、それぐらいは書いて出した方がいいと思います。で、ここで、まあ、現地調査も書くんですけど、ここの現地調査の日付と写真の日付がずれてるとやっぱおかしいですよね。そういった矛盾点とかを見ていくんですね。はい、まあ、こんな感じで建物もね、同じように4枚あります。で、地図貼ったりとか建物図面とか貼ったりして、4枚目には同様にね、行動記録っていうのがあります。で、これを8枚を戻りましょう。よいしょ、7ページ、この8枚を、全て仕上げて物件調査実地演習を仕上げるというふうになります。提出する、で審査を受けると。まあ、これで落ちるっていうのも今まで今のところ聞いたことはないですね。まあ、うちでは少なくともないです。で、これで物件調査ができるようになりました。次が一般実地演習のメインですね。これが13類型の鑑定評価報告書を作成していくことになります。指導鑑定士から案件を渡されて、評価書、その後は全部自分でやります。評価書を書いていくと。もちろん役所調査、図書館の調査、法務局の調査、そして現地の調査で評価方針を立てて、手法の適用をして評価報告書を書いて仕上げるということを皆さんが13回やっていきます。13回ね。一般実地演習は鑑定評価における種類別の実地演習、まず指導鑑定士が現実に存在する不動産を題材として基準に定める基本的事項を記載した依頼書を作成し、収集者に提示します。指導鑑定士が依頼者になります、成り代わります。で、題材を提示します。収集者はこの依頼書をもとに指導鑑定士から指導を受けながら13件の鑑定評価報告書を作成します。1年を3期に分けて、各期末に協会が定める件数の鑑定評価報告書を協会に提出します。パソコンで作成、インターネットで提出です。報告書のほか別表、試算表や地図も提出します。で、この13類型がやはり大変だし、審査はここは容赦なく落としてきます。これは逆に厳しいです。他はね、なんかこう受からしてくれたりするんですけど、この13類型に関してはガンガン落としていきます。非認定出していきます。ちょっと下先に下も読みますね。鑑定試験に合格後、実務修習においてはこの実地演習と修了考査が最大の難関です。
1年または2年コースの設定はありますが、一般実地演習に関しては13件の累計の評価を実際に行わなければなりません。これは評価の経験のない方が行う作業となるので、予想以上に時間がかかり大変な作業になります。上で3期ってありました。年3回です。これ正常に戻ります。3月、7月、10月、これ覚えておいてください。3月に4件、7月に5件、10月に4件です。違う、何言ってんだ。4件、5件、4件ですね。3月に4件、7月に5件、10月に4件、4、5、4、13ね。で、提出して審査を受けますが、提出期限に間に合わなかったり、提出しても厳しい審査があるため非認定となって再度提出しなくてはならない方もたくさんいます。また1年コースを選択していた方が期限内の提出が難しいなどの理由で延長、さっきの延長ですね、するケースもある。確実にこの難関を突破するためにも、修習環境の整った指導鑑定士の下で実地演習を習得することが必要になってきます。で、後で修習期間の話もしますけれども、あ、そっか、先に言いましょう。右側の8ページ見てください。13類型ってじゃあどういうのがあるのかっていうと、この一覧に書いてます。ちょっと重要なので細かく見ていきますけれども、左の番号をね、8ページ見てほしいんですけれども、1番から20番までありますよね。13類型だけど20類型あります。どういうことかっていうと、まず上からいきますよ。住宅地は必ずします。更地です。で、更地の商業地も必ずします。で、次、更地の工業地、米地ってありますが、その3段下の匠、農地、林地ってありますね。これも米地ってありますが、これは選択です。工業地、匠、農地、林地から1つ選択してやります。ノウハウ的なところを言っていきます。工業地を選ぶのが無難です。工業地を選ぶ、匠は逆に言うと選ばない方がいいと思います。工業地が無難です。ただ地方の方だったら農地とかもいいのかなとは思いますが、工業地がね、一番安全です。その次、大規模各地一軒必ずです。それから底地の一軒が必ずです。で、3つ飛ばして、次、低層住宅、業務用ビル、それぞれ、それぞれでは低層住宅は必ずです。で、業務用ビルも必ずです。米がついてないのは必ず。で、貸し屋およびその敷地で賃貸マンション、居住用賃貸必ず、オフィス用賃貸も必ず。で、次は選択です。区分所有建物ですね。マンションか事務所、店舗ビルの区分です。これどっちか選択です。が、マンションがいいと思います。区分の事務所とか店舗なんかもうほとんどないですから、売買事例がないんですね。で、マンションはいくらでもあります。事例がやりやすいです。やりやすいですね。なのでマンションの方がいいと思います。それから借地権付き建物もこれどっちか選びます。住宅地の借建てか商業地の借建て、戸建て住宅の住宅地で戸建て住宅の貸し屋およびその敷地、あ、ごめんなさい、借地権付き建物、ね、需要のね、戸建て住宅のお寺の周りとか神社の周りとかありますね。ああいうのを選ぶのが一番楽ちんです。原価法だけでいいです。商業地の借地権付き建物になってくると、当然収益物件になってくると思いますから、収益還元法とかこの辺の難しさも出てきますので、借地権付き建物の住宅地の方が無難です。最後の地代、新規地代か継続地代から1つ、家賃も新規家賃か継続家賃から1つというふうになっています。で、さらにここには縛りがありまして、地代で新規を選んだ場合は家賃は継続を選びなさいと、地代で継続を選んだ場合は家賃は新規を選びなさい、つまりどっちか継続はやりなさいよっていうふうになります。で、これどれを選ぶのがいいのか、
まあ、継続なんて選ぶととんでもないことになってくるんでやめた方がいいですね。どっちか新規にした方がいい、まあ、どっちか1個しか新規にはできないんだけど、避けたいのは継続家賃です。これは大変です。最上級にやっぱ大変ですね、作業的にも。新規家賃の方が、無難ですね。新規家賃がやりやすいです。で、必然的に地代は継続地代というふうにうちはやってます。今申し上げたように、まあ、いろいろやってきた中でこの辺りをするのが一番ね、リスクは少ないのかなと。まあ確かに楽ちんな方法を教えるだけかっていうふうに言われると、まあ、そうなっちゃうかもしれないんですけど、やはり修了交差ってもうやっぱこれ試験なんですね。で、修了交差を見据えてこれをやらないといけない。なんでかっていうと、この13類型で提出したものを題材に口頭諮問されますから、ややこしいものを出してるとですね、もうそれこそ審査委員の絶好の餌食にされてしまうわけなんですね。ここぞとばかりにいろいろ聞いてくるわけですよ。で、無難なもの無難なものをやっぱりもう試験と割り切った方がいいです、ね、実務の力はもっともっといくらでも他にもねつける場面はいっぱい実務修習の中でもありますので、これに関してはね、本当の案件選びっていうのが実は今日お話しする中で一番重要なノウハウかもしれないです。この案件選びが重要です。例えばうちは当初失敗したんです。勉強させた方がいいだろうと思ってわざとね違反建築物探してきてやらしたりとか、あるいは業務用ビルの案件をするのに普通に自社ビルを選んできたらいいだけなんですよね、オフィスビルなんですけど、勉強させなあかんなと思ってわざわざホテルのねで決算書も取り寄せてですね、それをやらしてやったりとかやって、でまあ落っこちてしまったんですけど、第2回ぐらいだったかな、そういうのがあったんですけども、それから僕も切り持ち切り替えて、これはもう試験だなと。で、その同じぐらいにして協会の方からもできるだけシンプルなものを題材に選んでくださいと。ややこしいのは選ばない、でややこしいのは条件をつけてややこしくないようにして修習生にさせてくださいというふうな、まあそういう通知も来たりもしたんですけれども、なのでまあ修了交差を見据える必要がありますので、この辺はねシンプルなもので、皆さんが指導鑑定士の先生につくと思います。で、その時にやっぱりさっき言ったように違反建築物とかをもし題材で先生が出された場合は、先生ちょっと待ってくださいと、もうちょっとシンプルなのやりたい、やらせてくださいっていうふうにこれ言った方がいいと思います。で、あとは業者に勤めた場合は、例えばちょうど今最近やった案件あるからこれ題材でやっとけっていうふうに渡されることがあるんですけど、だいたい実務で来る案件って裁判なんて言ったりとかややこしいのが多いんですね。なので、それで見てややこしいなっていうのであれば、それはねやっぱ避けた方がいいですね。それは指導鑑定士の先生にそういうふうにちゃんとお話をした方がいいと思います。で、今言いましたように建物ができるだけ新しいものを選んでた方がやりやすいです。できれば築10年以内ぐらいのものがいいですね。借地権付き建物で築何年かわからんようなやつを題材で選ばれたりしてる人もいるんですが、かわいそうですね。これ建て替え承諾料どうなんのとか、休廃どうなんのとか、いろんな問題が出て修了交差でわーっていっぱい聞かれますから、これも答えれないともうアウトってなるんで、だからそういうことを聞かれないようにシンプルなものを選ぶ方がいいです。まあ、指導鑑定士の先生でもね、最近ずっと指導してなかったからってことで頑張っちゃう先生もいるんですけど、あんまり頑張ってもらわない方がいい場面かもしれませんので、可能であれば自分で選ばせてくださいっていうことで選ぶ方がいいかもしれないです、うん、自分でシンプルなやつをいくらでも選べます。想定で構いません。案件って実際にやった案件でなくていいですから、別にこのビルを評価対象にしてもいいです。貸し屋およびその敷地でこれを題材にしても全然構いません。レントロール賃貸条件は想定をすれば構いませんのでね、だからそういうシンプルな方がいいと思います。はい、まあ、この辺の案件選び、あとねちょっと言うと再使用制限っていうのがあって、類型によってはまた手引きっていうのが送られてきますので、これよく読んでください。過去3年以内に同じ事務所でやった案件は重複してやってはいけませんよっていうルール、再使用制限っていうのがあったりします。
でそれにかかるともうそれ見られることもなく非認定を受けますので、再使用制限のかかっているもの類型によりますんでね、は注意してください。多分指導鑑定士の先生そんなこんな読みませんからね、知らずに出すことも多いと思います。あとは収益物件で J リートの物件、これもダメっていうふうになってますので選ばないようにしてください。それから地下工事とか地下調査のポイントになっている案件、これもダメっていうふうになってます。まあこの手引きとかインターネットでもその辺はありますので、ご自身でもね必ず目を通すようにしてください。はい、そしたら13類型はこれぐらいにしましょう。あのどれ時間がねどれぐらいかかるかっていうところなんですけど、結構やっぱかかりますよ。この13類型に関してはかかると思います。一番やっちゃいかんのは3月7月10月に提出期限があるので、もうその直前で慌ててババッとやっつけでやってしまう、それはもう全然意味がありません。力もつきませんし、まあ、それで通っちゃうかもしれませんけれども、それでやっても力はついてないし終了交差乗り切れないっていうふうな流れにもなりますんでね、まあ、計画を立ててね、3月提出であれば1月中には何の類型、2月には何の類型と、こういうふうに計画を立ててねやっていかれることをお勧めします。で段階的にね力をつけるのが一番いいと思います。はい、そしたら、9ページは飛ばしますけれども、各類型を選ぶ場合の基準ですね。例えば1個だけ言います。9ページ、例えば4番目の大規模各地であれば、開発法適用してほしいというものになるんですけれども、3行目に500平米以上って見えてますかね。500平米以上でないとダメです、題材として。で、500平米未満のものを選んでやっちゃってると、もうそれで非認定です。否認ってなります。厳しいです、その辺は。だから僕も時々あります。やってて途中で気づいて、先生480ですけど大丈夫ですか、あ無理やなっていうことで途中で差し替えますけれども、うっかりすることもあるんですが、皆さんこういうの気をつけてね、ちゃんとスタートの時に確認はしてください。いろんな細かいルールがあります。はい、ここでそしたらさっきの A3 見てください。これで全体像がもうだいぶ把握しやすくなったと思いますんで、ちょっとおさらいも兼ねて、上の方は期間ですね、一番上にね令和3年令和4年で、一番右が令和4年ってなってるんですけど、これ令和5年の間違いですね。これ協会のものそのままです。これは僕ではないんですけど令和5年ですが、まあ、1年と2年コースがあると。で講義は1年コース上、2年コース下ですね。まあ2年コースの方が長いです。ちょっとレジュメの中の日程間違ってましたので、これで押さえてください。で基本演習で4段階ありますね。5月6月8月9月に1年コースはします。で2年コースは翌年になります。だから17回実務修習の1年コースと一緒に受けるということをしていきます。で次です、実地演習ですね。まず一番左の12月のところに物件調査っていうのは1年、まあ1年だけでいいでしょう、1年コースであります。でこれを終えてからなんですけれども、3月提出に向かって住宅地、商業地、大規模各地、底地の4件をやりますね。で4件を3月末までに提出をするというふうになります。同様に7月提出が、まあ、2学期2回目です。こっちはね4ヶ月あります。低層住宅、業務用ビル、居住用賃貸、オフィス用賃貸で借建てどっちか選びます。5件ですね、4件5件4件の5件です。を7月、それから10月ラストの4件を出します、賃料までね。で矢印してますが、延長ではなくて再履修というのがあったと思います。いいです。1年コースに関しては3月提出で非認定が出た場合は10月にもう一度その非認定のものは出し直しができます。チャンス与えられますね。7月提出は同様にもう一回10月提出で出し直しができます。でこれで10月末です、全部認定をもらえば終了交差へ進んでいくことができるという流れです。これがまず1年コースね。これが再履修という意味
じゃあ2年コースどうなってるかっていうと、3月末で2件です。7月末で4件、10月末で3件で、翌年の3月末で4件で13件になります。で、再履修がどうかっていうと、どっかで非認定を食らった場合はそのさらに令和5年の7月と10月に再履修で出し直しができるというふうになっているので、まあ、失敗した時のチャンスは2年コースの方があると、全類型についてチャンスがあるというふうに理解してもらっていいと思います。で、これを終えて終了コースで、うちの方ではですね、1年コースで基本的に入ってもらっているというお話をしました。で、その理由が実は今の話の中にあるんですけれども、2年コースちょっと忙しいんだっていう人は2年コースがいいですよみたいな手引きには書いてますけれども、よく見ていただくと3回の提出を2年コースが6回になってたら僕はそれもありかなとは思うんですね。なんですが、実質翌年の3月でテスト終わりです。で、全部うち大体認定もらいますけど、3月までで認定が出てれば正直終了考査まで10ヶ月何もしないというか、実地演習に関しては何もしない期間がやっぱり発生するんですね。で、これがね、修了考査的にもね、非常に良くない。どうです、試験終わった後基準とかピョッと忘れちゃいますよね。そんな感じですわ。やっぱりね、ずっとコンスタントにやってるから、ずっとアップデートされていって修了考査に臨んでいけるんだけど、まあ、3月の段階で全部もし、まあ、大体終わるんだけれども、終わればですね、その後修了考査まで期間が延びるというのは非常に良くないです。なんでかというと、この13類型についてのことを話さないといけないですから、修了考査で。もう一つは、期間がこういうふうに長くなると、その時その時の市況について話をしないといけないんですね。やっぱり1年経つと不動産の市況ってだいぶ変わります。そうすると3月提出のものが出題されるか、10月のものか、あるいは翌年の3月のものか分かんないですよね。ましてや今コロナの時期だからどうなるか分からん時期ですから、それに合わせて受け答えの準備をしておくっていう負担はすごく大きくなっていくので、しない方がいい。もう一つは、基本演習も僕はあんまこのカリキュラムが好きではないんですけれども、もうこれは完全に協会の都合ですね。2年コースの場合は1年コースの、翌年の1年コースの人と一緒に入れることで、まあ、向こうの手間を減らしてはいるんですけど、見ていただいたら分かるんですけど、4月の最初のさら地の基本講義って2年コースでいうと、もう4回目の13類型の提出が終わった後なんですね。で、継続賃料の評価書いてる段階でさら地の評価すごく簡単に感じると思います。その時にさら地から基本演習をスタートする、まあ、おさらいですよって言えばそこまでかもしれませんけど、段階的に力をつけていくというカリキュラムにはやっぱりなってないんですね。そういう意味では1年コースはそういうふうに作ってますので、このタイミングでいろいろと基本演習が入ってくるカリキュラムの方がいいですね。で、あと一つは、もうすごいしんどいですから、もう短く短期合格でパパッと終わらす方がいいっていうのが僕の中の考えのとしてはあります。まあ、そういうところから、基本的にはうちはね、1年コースを進めてますし、1年コースの方がいいんじゃないかなとは思いますので、はい。で、まあ、聞かれるのが、仕事が忙しいんですけれどもという話はよく聞くんですけど、さっき基本演習で平日の昼間がちょっと取られるっていうのと、1、2、3、4、5、6日間ですね、取られますね。それから基本、13類型の中で現地調査土日でも行けます。図書館も土日でも行けますね。で、役所の調査だけが平日の昼間しか行けません。なので13類型を別々に1日ずつかけたら13日がマックス必要になってきます。ですが、まあ、2類型一緒にその日に調査をするとか、あるいは、
ネットで事前にね、最近は役所の調査ってある程度できたりしますから、それなりに調べておけば、まあ、半休だけ取ればできるとか、いろんな工夫することは可能と思いますので、まあ、マックスで13日の平日の昼間という感覚で捉えてもらっていいかなと思います。調査しっかりしないともう一回やり直しはありますよ。ありますけれども、その場合はプラスになりますけれども、基本的にはそういうふうな感覚でいらっしゃっていいと思います。はい。じゃあ最後、終了講座のお話をしましょう。11ページ。講義基本演習、実地演習を終えて、すべて認定をもらえば、最終的には修了講座という段階に進みます。上からいきますね。修了講座は修習生がすべての課程において習得すべき技能、高等の専門的応用能力を習得することを確認することを目的として、これですね、記述の講座と口述の講座により行うことにしています。修了講座、全課程を終えた人が受けれます。記述の講座はまずですね、1行目ありますように、多子卓一式、4子卓一だったかな、それと論文式に問出ますの方法で行われます。多子卓一が4子卓一の15問だったかな、論文式は大きい問題が2問出て論文を書きます。で、東京で集合形式で実施します。時間を計って書きます。昔はね、記述あったのはあったんですけど、ホームページで一つテーマが書かれて、で自宅で A4 1枚をまあ打ち込んで書いて、で郵送で提出するっていう記述の講座だった、昔はね。でこれは簡単でした。まあそれは自分でテキスト見ながらも書けるし、資料鑑定士に聞かない赤ペン入れてあげてね、訂正して出したらそれは通りますよね。だから何の試験だっていう批判もあったからこそかもしれませんが、今は数年前から変わりまして厳しくなりました。だから皆さん、まだ受験生の認識は持っといてください。時間計ってやっぱ2時間の中でわっと書かないといけないのはまだあります。これからあります。試験です、これは。ですなので、準備もしていかないといけないです。で、多子卓一式は先ほど言いましたように、実務に関する基本的知識、種類別鑑定評価、手法適用上の技術的知識ってあるけど、さっきの講義の内容と同じですから、あの確認テストなんかをしっかりとやっておくのがまず第一条件です。で、さらに踏み込んできてますので、過去問なんかも出てきてますから、ネットで見れますんでね、それ見ながらね、一度問題解いていってみてください。かなり最近のは、去年なんかはかなり難しいです。で、論文は基準留意事項について行いますと書いてますけど、定義を書けとかそういうんじゃないです。実務的な視点で書けばいいです。だから13類型の実務をしっかりと習得していたら、書きます。そんなに回答用紙もスペースが広いわけではないので、例えば上位概念書いてとか、そんなことはしません。そういう必要は全くないですから、実務的な側面でバシッとも書いていくような感じになります。これがまず記述ですね。もう一個はこっちの方が入っても大きいし難関です。口述ですね。口述ちょっと読みますよ。口述の講座は3人の修了講座委員を前に3対1で個室で行われます。講座の時間は25分から40分です。まあ、ベテランの鑑定士前3人並びます。それで25分から40分ぐらいね、提出した13類型のうち2の1類型の評価報告書が渡されて質問がされます。まあ、現地の状況、評価手法、事例の詳細、利回り、市場分析、資産価格調整、いろんなこと聞かれますので、どんな質問にも動じずに答えられるよう、報告書の作成段階で十分な調査と分析をしていくことが必要。また口頭諮問の直前期には提出した報告書を読み返して、まあ、あるいは現地ももう一度ね、確認しに行ったりして、想定される質問についての答えを用意するといった事前準備が、これは絶対に必要になってきます。軽く見て何の準備もせずに10月に提出を終えて、で翌年1月に試験場行って、それはもう思いっきりもう
試験委員にいろいろとやられて、もう1年頑張りましょうねってその場で言われることもありますから、それぐらい厳しいですね。向こうはもうベテランですから、いろんなことを聞いてきます。例えば収益還元法で還元利回りと割引率を適用して 5.2% と 5.5% だけれども、この 0.3% の差はなぜつけてるんですかと、ね、還元利回りの方が上でいいんですか、で最初還元利回りはどうなんですか、整合性取れてますか、こういうのバン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 聞いてきますから、それはこれはこういうことです、こういう考えでこうしましたというふうな答え方をしていく必要があります。非常にね、基本的に3人並んでるんですけど、基本真ん中の人がずっと聞きます。で最後にどうですかって両脇に振られて、結構重鎮の人が座ってるみたいなんですけど、一つ二つを質問されると。で予習してきてますからね、それを見ながらじっくり読み込んで聞くこと決めてきてますからね、向こうも。その時に怖いのは何かっていうと、間違えてることを初めてその場で気づいた時は真っ白になりますよ、うん、これ違うよねって言われた時にえってなる場合がありますから、その時にいや合ってますって言い張った時にいや違うでしょってことをさらにかぶされる、こうなるともうダメです、もう真っ白になるし、あなた間違えてるでしょっていうふうにもう向こうもカッカカッカしてきますんでね。なのでそういうことのないように、もちろん13類型提出した後にもう一度見直して間違い出てきますんで、それももう一回確認しておいて、ここ間違い指摘されたら誤ってこう答えようとか、こういう準備を事前にしておくことが必要なんですね。これが合格するための修了講座の最大のノウハウになってきます。であとどういうこうしたら受かるじゃなくて、どうしたら落ちるか、まず一つあるのは話の長いのはダメ、話の長い、普段長い人気をつけてください、いますからね、お話好きの人、長い人、何言ってるかわからん人いますから、いや端的に聞かれてることを端的に答えて、ポン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 質問答え質問答えのキャッチボールができるような感じで20分を過ぎるのがいい。合格する人は25分ぐらいでパッと出てきます。だいたい30分過ぎて40分ぐらいダラダラとしてなかなか出てこない人は落っこちるケースは多かったりします。いい、だから端的にね答える。それからもう大先生がいるんだと思って素直になってください。もうその場だけでもいいで尊敬してください。その前の審査員を言ってるのに対して、いや僕はこう思うんですとかいうふうに議論を絶対に始めてはダメです。そこで議論して合格した人はないです。議論してはダメです。そこで、でもそこはね、顔色を見るところもあるんですけど、いやこういうのはおかしいんじゃないって言われたら、あすいません勉強不足でっていうふうにスッとこう引くところも必要にはなってきます、うん、でこれから勉強します。全部答えれなくても別に合格はしますからいいですね。でも全部答えないといけなくて自分の主張を繰り返してっていう人は不合格になります、落とされます、ね、まあそういうごめんちゃいっていう、そういうね若干の可愛らしさも持ちながら受けてもらうのがいいのかなと思います。で必ずね練習してくださいね。受験生同士、修習生同士でもいいです。知り合いの鑑定士で見てくれる、指導鑑定士が見てくれるのは一番いいですね。見てもらえるんであれば見てもらってねするのがいいと思います。あ、時間がなくなってきた。11ページ下の、合否の判定ですけれども、合否、合格と不合格になるんですが、ちょっとここは特殊なんですね。合格は合格でいいですよね。で修了講座で不合格の場合には2パターンあって、12ページの上の方の再受験にってありますね。これは一発アウトの場合です。12ページの上の再受験丸の2っていうのはこれ一発アウトの場合ですね。なのでもう一度翌年の修了講座です。ただ修了講座だけ受け直しかっていうとそうじゃないです。翌年7類型やり直します。7類型もう一度提出のし直しをして修了講座に認定をもらってね臨むというふうになります。これが一発アウトの場合ですね。翌年の受験です。13はやる必要ない、7類型だけでいいです。で特殊なのはこれ飛ばしましたけど、11ページの下の再受験丸の1ってやつですね。これはね、惜しかったなっていう人です。惜しいからもう一回チャンスやるよと
2ヶ月以内にもう1回ね口頭諮問だけ実施してくれます。ギリギリの人は。でこの再受験1になんとか滑り込めた場合は2ヶ月以内に口頭諮問だけ受け直すということをして、それで合格したら OK です。 OK です。ただまあこれリーチがかかりますから結構ヒヤヒヤしますよね。ヒヤヒヤします。うん、でそのせっかくのリベンジチャンスをもらったのにそれでもダメだっていう場合は同じく翌年受験になります。でこの場合はちょっと2ヶ月ずれるんで7類型提出する時間がないから6類型だけ出し直しをして、で修了講座を受けるっていう感じになります。だから不合格の場合には一発でもう翌年っていう場合と、惜しかった人にはもう一回口頭諮問見てあげるよっていうチャンスがあるというふうに考えてください。でそれでもダメだったらごめんなさい、もう来年ねっていうふうになります。いいね。でこれが修了講座ですが、合格率見ましょう。12ページ第11回までと12回以降で分かれますが、12回から試験制度が変わりました。で12、13、14と下に、まあ、下だけでいいでしょう、ありますが、まあ、旧制度も残ってたりもしたのでちょっと複雑にはなってるんですけど、14の縦で見ましょう。旧制度の人はもう いなくなってます。14回の実務修習新制度では受験者が145人受けました。で一発で合格したのはそのうち105人、まあ差し引きすると40人が、落ちてるってことですね。40人落ちてます。でそのうち34人が再考査を受けてます。これギリギリやったので口頭諮問だけやってあげましょうっていう人、つまり40人落ちて34人が再考査を受けてるってことは6人はもう 一発アウトね、翌年に回されてます。34人はリベンジ認められてますが、ここ厳しいです。うち最高差でも23人だけが合格。その場合は合格率 67.6% っていうこういう2段階ですね。なので最終の受験者は145人中128人合格して、合格率は 88.3%。 旧制度ないんで総合も下も一緒、 88.3% の合格率。まあ、その左、去年その前は 89.5、 その前は 81.6、 80% 台ですね、合格率が。で、推移している感じになります。まあ145人ぐらい、まあ、これぐらいの同水準の受験者数には例年ねなってくるとは思います。ちなみに、うちの方は、平成14年の合格率は 94.6%で、大阪と東京は、全員合格してます。合格率は 100% です。平成13回実務修習も新試験制度の方ですけど、東京と大阪は合格率は 100% でも、なんで 94.6 かというと名古屋で落っこちたからです。名古屋で不合格者が出てます。まあ、ちょっと理由は分かってるんですけれども、まあ、それぐらいの水準で一応全体よりは常に高い水準では、推移してます。15年間全体平均よりも下回ったことは1回もないです。まあ、90% 台は常にキープして、1人か2人ぐらいの不合格者ぐらいです。34、5人ぐらいうちの方では受けてます。全体で130人とか140人受けてる中で34、5人ぐらいは、弊社の実務修習生になりますので、まあ、全体の中の数としてもね、結構な占有の率っていういいのかなにはなると思います。はい、実務修習全体のお話はこれでできたと思います。最後ですね、13ページ14ページ実地演習の実施期間、それから指導鑑定士をどうやって選んだらいいのかと。ここ行きなさいって教会から言われるわけではなくて、自分で自発的に動かないといけないです。でそれは協会のホームページです。13ページの上、実地演習実施機関は協会が認定する鑑定業者または実地演習実施大学となります。協会が認定した実地演習実施鑑定業者および指導鑑定士については協会ホームページに掲載しています。ということで協会のホームページをご覧いただくと、下に貼ってるようなのがだーっと全国で書いてあります。
で、ちょっと見せ方変えてくれてちょっとマシになったんですが、一番右のところに第これまだ15回ですけど、受け入れ予定ってありますよね。でここにありっていうふうに書いてないと受け入れはないです。だからありって書いてるところに電話をしないといけないです。でこれも自分から電話をするしかないです。自分からコンタクトを取るしかないです。で、ありってあるんだけれども、ほとんどの鑑定、これ鑑定業者ですから、鑑定業者はこれをしとかないと就職した時に実務修習を会社でできないからっていうことで、雇用をするという意味でありというふうな表記になっているところがおそらく全国的にもほとんどだと思います。うち含めて何人かやっていらっしゃる受け入れ外部ねしてるところはありますけれども、どっちかというともうほとんどないですから、だから電話をしても全部断られるというケースはもう毎年絶えないです。でもこれも協会がもうこういうスタンス取ってるんで、これ以上僕もどうしようもないんですけど、気の毒なところなんです。もう電話するしかない、だからもう聞くしかないですね、その辺はね。外部の受け入れを、まあ興味のあるところがあればね。で基本的には外部の受け入れはしていないところが多いです。で、もう一つは、実地演習実施大学ということで、明海大学と、あと昔はね日本大学はやってたんですけど、日本大学は去年からもうやめてるのかな、だから今年 もう去年から受け入れはやめてますので、今は明海大学しかありませんので、その辺の詳細はまた明海大学さんのホームページの方で確認していただければというふうに思います。はい、あとはまあこういう外部でなければこう就職をねするしかないということになるんですけど、やっぱりどこに行くかっていうのがすごく重要なんですね。で絶対に避けてほしいのは、うちの方にも被害者が毎年後を絶たないんですけど、いいよと先生がね、で判子をしてやるから、見る時間はないから判子だけ押してやるから、あとは自分でやりなさいよと、で期間見つかったということで一応申請をしてやるんですけど、やっぱり修了考査で落ちるし、そもそも13類型の提出でだいたいつまずいて、最後までいかないんですね。で結局途中でちょっとこんな状態なんですつって、それはもう大変しょうがないなっていうことで移ってくるっていうことはね、後を絶えないですね。あるいは最後まで行ったのはいいけど、やっぱり修了考査で落っこちてしまって、合格率 80% 台あるけれども 10% 以上はやっぱり落ちる、毎年落ちる人必ずいるんですね。やっぱりそういう人の中から落ちる人が出てくるっていうのは、これもう毎年繰り返してますね、ずっと繰り返してますけど、まあなかなか情報がね、こうやって聞いていただいたらちゃんとしたところ行かないといけないなと思ってもらえると思うんですけれども、安易にいやお金取らないからもうそこでお願いしたんですよ、絶対時間1年無駄にしますんでね、そういうことのないようにしてもらうのがいいと思います。あとは見てくれると、ちゃんとわし見るよという先生もいらっしゃるかもしれないけれども、やっぱりね過去のそういう実務修習のそういう指導をしたね実績があるかどうかとかで、地方の先生だとちょっとこういうのは言いにくいけれども、やっぱり更地の評価ばっかりしかしてなくて、例えば DCF の話とかね、継続賃料の話とかっていうね、そういう類型に応じた指導ができるかっていうと、やっぱり日常を先生方やっておられないとなかなか実際はできないですね。だから指導鑑定士ができないのに、それ以上のこと当然修了考査では求められますから、それ以上にはどう頑張ってもならないじゃないですか。なのでやっぱりどうしても修了考査で合格ラインにたどり着かないっていうケースは非常に多いです、多いです。なので修習期間きちんとそういう指導をしてくれるのか、本当にきちんとした体制があるのかとかね、この辺は申し込みをする段階でしっかりとね調査をしていただいて、で安心できるところにねお申し込みをされるのがいいと思います。はい、でそれがまあ業者の選択になるわけなんですけど、ちょっと重複しますが最後14ページですね。就職をされる場合であれば、最近は少ないかな、丸の1番、鑑定業者に勤務してその業者で実地演習をする場合ですね。大体これも雇用関係ができますので、料金は様々、まあ、基本的にはもう協会や支払いも会社がしてくれるし、指導料は当然いりませんよというスタンスとか、協会の支払いだけは自分でしてくださいねと、で指導料は別に
職員が上席がありますからとか、教会への支払いは収集性負担、指導料は半額払ってもらうとか、まあ、これも会社就職の会社によっていろいろありますんで、事前にね十分確認をしてからね就職するようにしてください。で、例えばこういうのもあります。これから就職活動をする場合、今年から実務修習に入らせてもらえる場合もあれば、1年から2年実務を積んでから実務修習に入ってくださいというふうな会社もあります。ので入ってから入れないんですかってなるとトラブルになりますよね。なのでこれは面接の段階とかで十分ね確認をしておくようにしてください。それからねこういうのもあります。指導料を無料としている場合でもですね、実務修習終了して鑑定士となった後も数年間の期間を設定して退職できない約束にしているケースもあります。でトラブルないように、で退職その期間にしちゃうと、じゃあ修習代はもらえますよって入社の時に誓約書を書かしたりとかっていうケースもあります。まあ2年とか3年はまあまあ聞く話ですけど、一番長いのでは5年っていうのを聞いたことありますけどね。5年、もう嫌でしょうがなかったけど5年は我慢したっていうのがありますけど、まあそういうことにならないように事前に確認をねしておくようにしてください。でこれは就職をする場合ですね。でうちなんかの場合であれば丸の2番、鑑定業者に勤務しないで、まあ、外部の受け入れしているところ、実地演習の受け入れをしているような業者、あるいは明海大学ですね、大学で実地演習を受ける場合、まあもう異業種で勤務している、うちは、ね、ほとんどこれが多いですね、異業種で勤務している方、あるいは主婦の方とか、最近は大学生でも受かりますので大学生の方とかが、それを続けながらうちに来ると、あるいは鑑定業者に勤務しているけど指導鑑定士がいない場合、あの指導鑑定士って5年経たないと指導鑑定士にならないんですね、実務積んで。でうちの先生まだ3年でなれないんですよっていうことで、でうちに来るケースとか、そういうケースもあったりします。あるいは鑑定業者に勤務してるけど実地演習は外部で受けてほしいという場合もあります。あのもう仕事だけに集中したいから実地演習は外行ってくれと、で費用を会社が出してくれるところもあります。うちなんかは必ず修習生採用した場合にはうちにあのお願いするっていう会社も何社かあります。で費用を会社が負担したりとかっていうところも、まあ、いい会社ですねもありますので、まあ、そういうケースもありますけれども、まあ外部で受けるということですね。でこの場合まあ雇用関係ないので修習生が費用の負担、まあ、会社が負担をする場合もありますが、その費用はもう業者大学によって違いますが、先ほど0円からってありましたけれども、まあ、その右側の金額はあのいただくようにしているところは多いと思います。うちもそれはいただくようにしてますし、大学の方もそれを、指導料として徴収するようにはしていたと思います。はい、そっか、スタートが遅れたからか、ちょっと僕の感覚があれですね。じゃあいや15ページ、これはもう流し読みでいいです。弊社の方は先ほど言いましたように、外部の実務修習生の、受け入れさせていただいてます。で、16ページ、フォロー体制こんなことやってますってことだけ、まあ、コロナになりましたんで、完全なリモート体制になってます。今は週1回の対面の指導っていうのはこれ決まりであるんですね。ですけど今特例期間中コロナだから対面でしなくていいですよ、リモートでいいですよ、逆にリモートでしなさいっていう風になってますので、基本的にはもうリモートで実務修習、もちろん現地行ったりとか一緒にしたりもするんですけど、それ以外の指導はリモートでやってます。でこれでうちもやりにくくなったかっていうと、実はうちは昔から、昔はもうスカイプ、今ズームとかやりますけど昔はスカイプとか使いながらもともとやってたんで、あんまりうちの方はね実は負担はないんですけど、その方が僕なんかは指導しやすい。画面を共有して修習生がこう書いてるエクセルの画面をね見せながら一緒にこう数字角打ちプラスさん、ちょっとこれ角打ちプラスさんおかしいんじゃないのとかっていうのを一緒に指導画面見ながらできるので、横に座ってやるよりは画面一緒にリモートの方が実はやりやすかったりっていうのもあったりするんですけど、完全にリモート体制取ってます。でも完全に外部の受け入れ体制を作っていますので、まあ、ちょっとざっと上から各類型ごとに講義っていうのを準備してます、ね、例えば開発法、大規模各地であれば開発法の説明なんかをさせていただいている講義がありますので、それを視聴いただいて、で案件に着手すると
でいろんな調査をして評価書を書いてもらって、真ん中ぐらいでね、検査位置ってありますけれども、まあ、うちでオリジナルのチェックシートっていうのを作ってますので、1類型につき多分200から300ぐらいの項目は少なくともあると思います。それをチェックシートを見ながら自分の評価書をチェックして修正をして、でその後、赤ペン鑑定士、指導鑑定士もチェックしますし、赤ペン専用の鑑定士も置いてます。十数名で見てますので、それで赤ペンをチェックしていって、またそれも直し戻して修正をして、で内容確認修正して、最後は合同の検算会ですけど、ウェブで検算会、これ僕がしますけど、一人全員ね、自分のものを見ながら、まず対象不動産の表示見てくださいと、ね、現況、登記の現況と用途ね、現況と、さっきみたいに道路が入ってたりする人は道路ちゃんと書いてますかとか、建物の面積1階から10階まで書いてるけど電卓入れましょうと、合計やってますかとか、でもその合計土地の面積で割ってください、容積率オーバーしてませんかとか、こういうふうに最後に一緒に検査会を1個ずつしていくようなこともしてます。だからこういうことを繰り返して13回繰り返してね、提出をしっかりしたものにして、出すので、まあ非認定を食らうことっていうのはまずほとんどないのと、まあ、これをベースにね、修了交差を受けるので、修了交差をうまく乗り切れるという感じです。あと17ページは修了交差対策ですけれども、多子卓一式では問題集、過去問ですけれども作ってます。論文式の方はですね、修了交差対策、今日持ってくるの忘れちゃった。修了交差対策用のテキストっていうのも、実務のものをまとめてるのを作ってますので、まあ、それを見てね、しっかりと勉強して論文、論述の方にもね、書けるようにしてもらうということをしています。あともう一つは、口述交差の対策ですけれども、リモートで20分から30分間練習します、一人ずつ、受け答え。で、その後、受け答え、ここおかしかったよと、ここをこう答えないと矛盾してるでしょとかいうのをフィードバックするっていうのを、これがね、11月から1月の末の2ヶ月半ちょっとぐらいですね、徹底的にずっと何回も何回もやっていきます。一人6類型するんですけど、多分、去年なんかでも30人以上受けてますんで、180回ぐらいはそれを何回も何回もね、繰り返して、で自分がやってる時じゃない時と、他の修習生がやってるのも視聴できるし、それも収録してるので、後からあるいは電車の中でも見れますんでね、それを聞いて、ああなるほどと、人が答えるのも勉強になりますから、そういうのを聞いて力をつけれるような体制をとってます。はい、ちょっと最後早足になりましたけれども、一応全体のお話はできたのかと思います。そしたら、一応こちらの講義の方、講演かの方は以上で、終わりたいと思います。長時間ありがとうございました。